東近江市文化財専門チャンネルガイドプロ。こんにちは、東近江市の野瀬です。カルポンです。カルポン、なんかお召し物が新しくなってありますね。そうなの、どうかな、そう似合うかな。似合う似合う、なんかほんまにハッピー感があっていいやん。あの隣の課の職員の子が新しく作ってくれたんです。すごいな、やっぱり芸が細かいというか。皆さん、あの新しい衣装お待ちしてます。カルポンおしゃれにしてください、お願いします。ほい、今回は5月に配信した知られざる農具の世界の続編ということで、水の管理について紹介していきたいなと思います。田んぼってなんかずっと水張ってるイメージあるけど、水の管理ってそんな大変なの？水見半作っていう言葉があるんだけど、稲作の中で米の管理は半分っていう風な意味なんだけど、これぐらい米作りの中で水の管理ってすごい大変だよね。確かにこの時期暑いし、なんか人間も稲も水分補給大事ってことだよね。そうそう、この時期って稲穂の穂の、あの実の部分ができてくる時期やから成長期になるし、稲にとっても水の補給って大事やから、お米の農家さんにとっても水の管理ってすごい大変な、そんで重要な仕事やった。ああ農家さんなんかめっちゃ大変やね。そうそう、まあという感じで今日もやっていきましょう。ほいカルプロ。ほいカルポン、この業覚えてる？四季耕作図やっけ。そうそう、お米作りの1年間が抱えている屏風やね。今日はね、夏の風景が描かれているこの辺り見てみようと思います。なんか面白いものに乗ってなんかやってはる。そう、これね、流骨車っていう道具で、川が田んぼより低い位置にある、こういう時に水を田んぼに汲み入れなあかん、こういう時に使う道具がこの流骨車ってやつだ、ね、なんか水を汲み入れる道具やったら、前ジャグルマってあったよな、あの水車みたいなやつね。あれもあるんやけど、この流骨車っていうやつは、さっき言ったジャグルマよりも古い時代からあって、日本には平安時代から戦国時代にかけて、中国から伝わったっていうふうに言われてるよ。で、この流骨車が日本に来た時は、こういうふうな機械的な道具で効率的に田んぼに水を汲み入れることができるっていうのはすごい画期的な道具やったと思うんだけど、この流骨車ちょっと残念なポイントがあって、でかいんだよね。ほんで結構複雑な形をしてるから壊れやすい。そんな残念なポイントがあって、もっとシンプルな構造で使えるもんがないんかっていうので、江戸時代ぐらいに開発されたのがジャグルマ。確かにこの流骨車めっちゃ大きいし、持ち運びも大変そうやな。そういう意味でもやっぱジャグルマの方が便利なんやね。そうそう、まあ、こうやってね、大変な農作業を少しでも効率的にやろうやっていうので工夫されていったのが、この流骨車であったり、そのジャグルマっていう道具やったり。言うててもあれなので、東近江市に今確認されている中で唯一残されている流骨車を見に行ってみようか。はい、カルポン、東近江市内の文化財の収蔵庫に来ました。これが流骨車。大きい。だいたい 3.7 メートルぐらいある。このフォルム、かっこいいよね。なんか分かるような、分からんような。細長いフォルムに加えて、こっちを川の方につけて、このベルトコンベヤーみたいなやつが回ることによって、こう水が上がっていく。で、ここから水が出るんで、この水が出る様子も含めて流っぽいから流骨車という名前がついてるらしいわ。ちょっと名前はかっこいい。でもこの流骨車なんか壊れてない？そうなんよ。そのさっき言ってたベルトコンベヤーみたいなやつの鎖が外れてってしまってるのと、ここに回すハンドルみたいなやつがあるんだけど、それが取れてしまってるので、今日はそれを直してみたいと思います。さっきのハンドルの部分、歯車みたいになってた部分をまず作ってみたいと思います。今回直す作業はあくまで流骨車を動かすことを目的にしているだけなので、全く同じ製法でやってるわけではないので、そこだけご了承いただきたいと思います。さっきの歯車の軸の部分ができたんで、この羽の部分を切ってつけていきたいと思います。歯車の部分の材料ができたので、組み立てていこうかなと思います。今回のはもちろんあれ自体に釘を打ったりとか手を加えるっていうことは一切せずに修理をしていっております。文化財本体に影響がない部分だけ作っているので、こうやってボンドも使っております。よし、これで見た目あれやけど、くるくる回るところ
ができました。こんな感じで、これがそのハンドルの部分、ハンドル部分と歯車部分、ないって言ってた部分、これで一応完成です。カルプロ、これがベルトコンベヤーの部分というパーツがこのくさびつながってる。これが10本ほどないので、くさびを作ってこの部分をつなげていくっていう作業をしていきます。くさびできたので、あのパーツをつないでいきたいと思います。あの取れてしまってるんでつないでいきます。おー、すごい。よし、これで全部つながったんで、長いさっき作ったやつ、はいはい、いやすいけ、お、どう、お、お、いけたんちゃう、これ足りてない、つないであげて周りはするはず、ハンドルの部分と歯車の部分とここのくさびの部分、一応直ったので一切回してみたいと思います。おお、いきます、いけ、おお、こう、行こう、いきます、はい、お、おー、おー、おー、これ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 、おー、おー、弱いな、まあ、こういう感じで、このハンドルを回すことによって、ベルトコンベヤーがぐるぐる回って下から水が出てくるっていう感じで、ちょっと失敗気味やったけど動く道具です。なるほど、すごい。カルプロ、はい、じゃあカルポン、成功したのか失敗したのかちょっと微妙な感じ、なんか惜しかったね。そうやね、もうちょっと動いてくれたらよかったんやけど、まあこんな感じでやっぱり一回壊れてしまうと複雑な形してるから、どうしても使ってるうちにね、ほんで木やし摩耗してしまうから、壊れてしまうとなかなかね修理が難しかったりするし、やっぱりそこがちょっとリークポイントというか弱いところやったんやね。だからジャグルマみたいなシンプルなのが出てきたってことだよね。やっぱりね、ジャグルマ踏んで回すから、まあ普通の人でも扱いやすかったよね。今回は、農作業のうちの、水の管理と、あとそれに使う道具を紹介してきました。水を田んぼに入れるだけでいろんな道具とか工夫があったんやね。そうやね、やっぱりその水の管理ってすごい大変な作業やったから、それを少しでも楽になるように、まあ今日修理したジャグ、流骨車もこうやけど、少しでも楽になるような道具がいっぱい工夫の中から生まれてきた、ね、農作業、夏はそういう風な水の管理っていうので進んでいくんやけど、今度は秋の収穫の方にどんどん季節が移っていきます。そのあたりのことはまたその時期になったらこのカルプロで紹介していきたいと思うので、またこっちも見てもらえたらなと思います。はい、じゃあ、今日の動画が、面白かったって人は高評価をコメントもらえるとモチベーションのアップにつながるので、ぜひよかったら下のコメント欄に何か書いてもらえたらなと思います。お願いします。バイバーイ。福ちゃん、この間のねガリバンのやつコメントついてたのよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ガリバン、僕近くの小学校、小学生にもやってほしいなと思います。機械を作ってできればと思います。そうですよね、ちっちゃい子にね体験してもらうの大事ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。とカルポン T シャツ超可愛いですね、うん、やっぱめっちゃ欲しいです。てんちゃん T シャツも作ってください。ありがとうございますそうで、再生回数が1万回とか超えたらね、ちょっとグッズ展開も考えていかなあかんですね。あとね、合衆温度の方にもコメントいただいてて、子供の頃はお盆や運動会には必ず踊ってました。懐かしいです。お、ありがとうございます。ありがとうございます。僕もね、東近江市の山奥が親父の出身やで、そっちに帰った時とかによう、ちっちゃい子だやけど踊ってたな。ほこちゃん、聖徳祭り、あー出ましたね。ちょっと振り覚えてなかったんでそれっぽく往復しました。でね、コメントについては博物館構想推進課でアカウントを持ってないので、直接コメントの返信が残念ながらできないっていう、確かにあれがあって、まあでもこんな感じでいただいたコメントは返事をしていけたらなと思うので、今後ともコメントをいただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。